はい、今週も始まりましたクリエイターズー14時から皆さんいつもありがとうございます。金曜日の14時はねクリエイターズーで、はいはい、MC の高山、放送作家してる高山です。よろしくお願いしますはい、8、9年ぶりぐらいに前髪作りました、うん、琉球アイドルマイチューです。よろしくお願いいたします。いや、マイチュー似合ってますよ、その髪型。嬉しい、かわいいよそれ。そう、なんかでも昔とそんな変わらなくて、うん、この昔この髪型にしてた自分と比較して、うん、はいはいはい、全然変わってなくていやなんかナナミかわいいっすよね。ありがとうございます調子乗っときます。じゃあね、ちょっとね、いつも黒髪だったのに少しね。そうなんですよ、ほらなんか茶色くなって、当てたら茶色くなっちゃって似合ってると思う。柔らかいよ。本当ですか、うん、ちょっとじゃあ調子乗っときますね。調子乗っといてほら見て、ほら、あ、シュートさんこんにちは。マイチューちゃんの前髪似合っていて可愛い、ありがとうございます。もうね、褒めて褒めてみんなはいさあもうね、作曲の早速なんですけど、今日、はい、ゲストが来ております。はい、ハブマン沖縄からですね、はい、ハブマン沖縄というペンションを経営してます、まあ、ホテルですかね、すごいホテルを経営してます遠山さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。もうなんかね、国がさっきも話聞いたんですけど、うん、国神にあるという、すごいですね。ちゃんと調べましたよ、国神村がどこにあるかいや知っとけ国神村でね、知っとけ。すごい上でした。すごい、あの沖縄で一番上の、そうびっくりしました、市町村なんだから。すごい知っとけ。そこでホテルというか、うん、ペンションというかを経営してるってことですよね。そうです、そうです、すごい、ね、一棟貸しの古民家を改修した宿で、うん、去年の10月から始めました、はい、そうなんですよ。すごい綺麗なんですよね、赤瓦で。そうそう、かなりこだわって綺麗に改修しました。いや本当になんかもうやっぱね、県外から来た人がどこに泊まりたいとかって聞いてくるんですよ、うん、いや絶対北部に泊まった方がいいんですよ。うん、まあ、僕ね、元部とかみんな行っちゃうと思うんですよ、うんうん、で富山さんが経営してるところの、まあ、赤、アハ、安い波とか言って、うん、アハって呼んで、アハって、まあ、いわゆる東村とかあるこうの上なんですけど、なんて言いますかね、東海岸、東海岸、そう、東海岸ってなかなかね、そう、みんなもう西海岸、ほら美ら海だから、あ、はいはいはい、西海岸に本部とかはそう行っちゃうんですけど、そうですね、すごく静かだし、まあ、いわゆるやっぱ本当の沖縄がまだ残っているところ、うん、ですね、うん、やっぱそういうところに行ってほしいですよね。うん、で、ほら一棟貸ししてるっていうことで、すごい、そう、なんかどういうお客さんが来たりしますかね。気になりますね。うん、そうですね。お客さんは、まあ、県内からも来ますし、うん、あ、県内の方もいらっしゃる。だから、まあ、それは自分がもともと求めてたその客層というか、うん、まあ、県外、海外からだけじゃなくて、まあ、沖縄の人も足を運んで、うん、泊まってくれるような宿を、まあ、目指してたので。バランスとしてはちょうどいいのかな。県内、県外、最近は基地の中から、うん、アメリカの方もなんか来てくれて、今日そうチェックアウトしたっけ、お客さんもまさにアメリカの基地で働いてるので、幅広いですね。幅広いですね。いや逆にそういうところを基地の人たちがね、うん、こう使ってくれるとすごくいいですよね。そうですね、やっぱりせっかく沖縄に来てるので、うんうんうん、やっぱ沖縄の文化歴史なりっていうのをやっぱ感じてほしいっていうのは自分としてはあるので、うん、意外と欧米人の人たちってね勉強してきますもんね、うん、やっぱ好きですね、ああいう欧米の方とかっていうのは、うん、その歴史とか文化っていうのはすごく興味を持っているので、ただ単純にリゾート行くだけじゃなくて、そうですね、そういう、まあ、あと自然とかも、ね、好きなので、うん、そういう意味ではすごく自分の宿は合ってるのかなと思います、うん、いや毎週さあそこでもうライブやろうぜ、はい、やりたい。じゃあ普通になんか合宿とかでなんか使いたいなって思いました、うん、ね、なんか外見はめちゃくちゃなんか沖縄、うん、ザ沖縄って感じに、うん、なのに中身が普通におしゃれで、うんうん、素敵だなって、ね、綺麗でした。皆さんね、楽しそう、うん、ハブマン沖縄でね、はい、そう、Google マップでも調べたらすぐ出てきますので、はい、なんか、うん、
お仕事疲れたりとかしたらそうだねゆっくりしに行きたい。あれこれあれですか、一棟貸しでいくらとかなんですか。そうですね、もう一応まあ5人まで、うん、まあ、大人5人まで泊まれてて、まあ、1人だろうが2人だろうが5人だろうが、うん、まあ、価格は一緒です。おいくらですか今は。 1泊で今2万5000円安っ安いよ。えだってさ1人5000円でですよね。うん、であんな素敵な場所に泊まれるってことですよね。そうですね、すごい。これは行くしかないな。これ合宿だな。いやほら周りもさ、まあ、大変失礼なんだけど、うん、まあ、そんなにもうお家とかもなかったり、うんうん、ポツポツあるぐらいで、そうですね、うん、合宿だよ合宿毎日、うん、でもその方が全然伸び伸びできますし、いいですね。いや本当ですよ。だからあれですよね、材料とか持ってきてバーベキューしてもいいですよ。バーベキューのセットもこちらで用意しますので、うん、ほらだからあとは食材だけですね。ですね、持ってく持ってく、ね、ほらほらグッサンが行きましょう合宿って行った。君も来るの違う違う、もう総仕上げにライブをやるんだ。あ、なるほどね。来てくれるかなみんな。ライブ来てね、ちゃんと。そう、国頑張りに来てね、行きます。素晴らしい。やりたい。でも Google マップ見たらその、ね、向かいに、うん、ありますね、工場工場ってか、なんか広場みたいなありますね。そうそう、すごい広場にさ立ててさ、みんな野外好きなんで。おすぐ横に滝ありますから、ね、うん、滝の音を聞きながら滝行させる合宿のね、合宿の最初ね、滝行精神統一って言ってやりたいでも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 ね、そういうところがあるっていう うん、なぜこういうと、なんていうんですかね、作ろうかなっていう、きっかけが知らないなって。あ、きっかけは、まあ、うん、そもそもちょっと、まあ、自分の話になるんですけど、はい、もともとこういう仕事はしてなくて、2年前に沖縄に帰ってきてですね、はい、それまでずっと海外で働いてて10年ぐらい、へでエンジニアとして働いてて、まあ、仕事をいろいろあって、まあ、辞めて、で沖縄に2年前に帰ってきた時に、うん、まあ、コロナ前だったんですごいもう観光が盛り上がってて、はいはい、でなんか自分がやりたいことというか、まあ、海外でいろんな人と仕事して面白かったので、うん、なんかおもてなしというかそういうのを沖縄でできたらいいなということで、うん、まあ、ちょっと安易なんですけど、じゃあそしたら宿が一番だと思って、うん、まあ、いろいろ物件を探した結果、まあ、自分の予算なりいろいろこう思いなりに合うところが今のアハだったっていうところですね、はい、おこれあれですね、なんかどっかね空き家があったらさ、はい、リュードルハウスも、ね、作ってみる。あ、企画でね、やりたい。10周年に向けてみんなでね、やりたいやりたい。どこかの自治体の皆様、リュードルの、お部屋を作るので貸してくださいいいですね、空き家を。でみんながご飯食べてる時にライブするみたいな。そう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 、絶対楽しいですよ。リュードルハウスですよ、リュードルハウスやりたいです ね、 ね、楽しそう。でもこれってやっぱ一個の観光のコンテンツだったり、うん、いわゆる、まあ、県内向けのコンテンツもあるっていうのはすごいいいなって、うんうん、そうですね、うん、やっぱりアハってだって沖縄の人でもほとんど行かないっていうか、うん、それぐらい遠いんですよね。ここから下道だと2時間以上かかるんですね、はい、2時間半ぐらいかかるんです。高速使ってもそんな変わらないです。なるほど。だからそういうところをわざわざ行くっていうか、もう小旅行ですよね沖縄の中で。だからそういう意味ではまあ沖縄の人も小旅行で行けるような場所だと思うんですよね。でもほら毎中はね、はい、前からほら畑をしたいと。畑したいんですよね。あ、本当ですか。畑なんて余ってますよ。国神ってもうその辺も。あ、じゃあ老後国神に住みますね私。ぜひぜひ。決定してるじゃん。畑したいですもん。だから本当ほらね、リュードルハウスとしてね、まあどっかね作ってみてね。あ、だから合宿した時に、うん、そのお畑を貸していただいて、うんうんうん、まあなんかいろいろ、あ、でも行かなきゃいけない。そうだよ、行かないとダメだよ。やりっぱだ。行かないとやりっぱじゃねえか。そうですね。そっか。そうだよ。大変だ。うん、やっぱ住まなきゃいけない。そうだ。その前に毎日免許取らなきゃ。行けねえよ国神まで。そうなんですよ、ね。免許持ってない。まだ持ってない。意外ですね。まあ連れてってもらう。そうですよね。連れてってもらおうかな。出たグッサ。運転します。もうリュードルハウスも予約してんじゃん。ね、本当だ。行きます予約。でも本当にでも。こうやっててやりがいというか、はい、なんかこうお客さんから楽しかったよとか、なんかそういうありますね。やっぱり、
まあ、まず最初の紹介というか中を案内する時のまあリアクションがすごく自分としてはすごく嬉しくて、すごく多分まあ情報を多分見ては来たと思うんですけど、それ以上のものっていう感じで反応がまずすごくこう嬉しいっていうのと、あとまあ泊まった後見送る際にやっぱこうすごくいい良かったって言ってくれてるんで、やっぱそういうのをやっぱりこう経験するとなんていうのかな、まあ初めて良かったなって思いますね、このビジネスを。いやでもね、昨年の10月ですよね、めちゃくちゃコロナ真っ最中、真っ最中に作ったっていう、理由が知りたい理由はなぜにって本当ですよね。もともとはもっと1年前ぐらいにもっと早く、はい、作る予定だったんですよ。実は物件を買ったのはもうコロナの前だったんですけど、ただ業者が決まらなくて、工事業者が、はいはい、もうすごい偏僻なとこなんで、うん、名護の業者も嫌がるぐらい、30分以上はかかるとこ行きませんとかって、あ、いや行けよ仕事を選ばれて、そうそう、それでまあなんだかんだで業者が見つからず、やっとまあいろいろこう探し当てて、はい、やっとクソの見つかったんですね、それがもう、去年の3月、本当にコロナも出てきたぐらいですね。そうですよね、本当に。でももうやっちゃおうと思って、工事もやって、だから、まあ、まあ遅いか早いか、まあ別に何て言うんですかね、今私コロナで、はい、まあ、大変ですけど、ある意味今がそこなので、これより下に行くことはないだろうっていう、まあまあそうですね、ことで一応、まあ、まあ気にせず始めました。あ、でもね、なんかこう、じゃあもう何だろう、どういうタイミングでね、やっぱりこう今までやってる人たちってもう今までいっぱいまで いっぱい人来た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 、来なくなったみたいな経験をしてるから、はいはい、なんかすごく ね、あのなんか補助金出せーみたいな出せーっつってやってるけど来てなかったんですもんね、そのこう今までいっぱいっつって、そうそうそう、来てなかったです、去年始めたばかりなんで。まあ、でも自分の中ではすごくコロナが流行れば流行るほど逆に強みだと思ってて、田舎で一棟貸し逆に僕は強みだと思ってるんで、めちゃめちゃいい、でも本当にそうだと思いました。なんかホテルだと密集しちゃうから、人が今他の人をねやっぱり気にしちゃうので、家族なり友達グループ恋人同士そうですね、でまあやっぱり気にせず過ごせるんだったらやっぱり自分の宿っていうのは強みなのかなと思います。いや本当にね、なんかこうやっぱ頑張ってる人たち見てるとね、僕たちもね応援したくなって今回ね呼んだんですけど、でもやっぱりすごくそういう強みあるっていいですよね、はい、やっぱねちょっとねリュードルも応援しよう行こうぜ行こうぜ、行きたいです、ぜひぜひ、やっぱライブもうあそこの区長さんに行ってねライブ会場作るんでちょっとね絶対ノーって言わないと、どうぞどうぞ、ね、なんかほら工場だったらさ、こう競りっていうか、なんかこう上がる車ねえかな、そこステージですか、ステージそこまでしてくれる、うん、なんかね工場があったら嬉しい、あのねトラックがあったら嬉しいなって、そこの上でやる、そうそう上でやるでブイーンって入ってほらライブできるやつあるじゃん、ありますね、こうビーって入って、そうそう、みんなあのあれ憧れてるんで、マジで、はい、かっこいいよねあれで、ライブで あれで待っててこうバーってブワーって、かっこいい、やりたい、リュードル運びましたってやりたいな、かっこいい、でもできるところですよね、あれできます、うわー絶対楽しい、スペースはいっぱいあります、スペースはいっぱいある、楽しそう、いやそうなんですよ、でもね自然がすごいですもんね、本当にすごい、本当に大自然ですよ、好き、本当に好き、大自然、そう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 、でもねなんかこう今日はねもう一人ね、そうゲスト呼んでてね、はい、まあこういう時代なのに長崎線にね、はい、次出るっつって、頑張る、僕のね一個下の後輩の子がいて、はい、連れてきちゃいました、はいでもね、いわゆる宿泊業とかいろんな観光業をやりたいっていう、ああすごいすごい、あすごいすごいすごい、あの元メンズノンノのモデルです、そうなんですか、そうすごいすごい、え何代目だっけ、あ僕は21代目です、ね、21代目21カ国行ってるしね、あすごい14年前に現役だったんですけど、その時もう少しだけシュッとしてたんですよ、はい、今ちょっと、そうですね、ふくよかになってきました、
でも今の方が多分いいですよ。ね、あ、本当ですか。ね、はい、油乗ってきてね。はい。おでこの光がちょっと気になった、はい。まあ、あの皆さんゲストはあのちょっと紹介させてください。はい、ゲストが増えました。そうですそうです。あの比嘉浩人くんっていうね、はい、あの元メンズノンノのモデルが政界に進出するっていう。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。なんで政界に進出するんだよバカって。俺言っちゃいましたからね。こんなね、果てしだってさ、聞いて三井物産やめてんだよ。すごいですね。三井物産。ブス。そうなんですよ。でもワクワクする。ピンと来てない。毎日ピンと来てない。三井物産ピンと来てない。来てないですね。そうそうそう。ちょっとね、あれなんですよ。三井物産って商社で事業開発とかをやるところで、自分はインドネシアの地下鉄の入札の担当してたんですけど。地下鉄掘ってたんです。そうなんですよ、地下鉄をホリホリしながらこの鉄道を敷いてですね、その上に電車を乗せて、なんかすごい方いらっしゃいましたメンズノンドのモデルがやるっていう、すごいですね。そうなんです、ちょっと特殊な経歴でですね、はい、やってます。そうそうそう、いやだから今日ね、富山さんが来るっていうことで、いわゆる観光とかそういうところにね、はい、いわゆる空き家問題とかをちょっとね、はいはい、今後もやっていきたいので、なおもやっぱ空き家問題が多いんですよ。うーん、ね、なんかそういうのをやっぱこうさっきも僕話した通り、会社に貸したりとかリノベして、ね、おしゃれにそこで仕事してもらうみたいな。みんなコワーキングとかなんか言ってますけど、ずっと言ってますよ、僕リゾートワーキングだっつって、はいはい、沖縄の場合ってリゾートって歌ってるくせに、ね、なんで急にコアワーキングとかさ確かに自分の長所を使えよってめっちゃ思ってるんですけど、でも本当に国頭村、国頭、うん、はい、にもの、ホテルを持ってて、一軒、ね、一棟貸し。はじめまして、伊東満から国頭まで地下鉄作りませんって言っちゃった北口さん。あ、いいですね、地下鉄、うん、すごい、でも欲しい。都市伝説でさ、はい、まあ、これ、まあ、僕も聞いた話なんで、まあ、信じるか信じないか分かんないんですけど、まあ、沖縄で地下鉄掘るとね、首里ら辺で、ね、止まっちゃうんですよ。え、なんかあるってことですか。そうそうそう、財宝がね、うん、やっぱ眠ってる。あ、うんうん、だから掘れないっていう。本当ですか、その都市伝説。だからほら、いい、なんか首里高校を作るときに、うんうんうん、ね、ガサ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 地面掘ってたらさ、遺跡が出ちゃってみたいな。へえ、すごい。そう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 、やっぱ歴史ある町はそういう課題もあったりなんかして、ちょっと素敵ね。みんなほら不発弾でさ、はいはいはい、危ないからなんとかってやるんですね。そんなどこにもあるじゃん。ありますよ。それはだってあるじゃん、うん、結構ね、やっぱり掘ってるといろんな遺跡が出たりとか、あともちろん不発弾も出たりとか、やっぱり歴史がねあるところであればあるほどそういうのあるみたいですよ。いやだからすごく、はい、まあ、今後、今まだ34です。今年号で挑戦するんですけど、那覇市議を。そうなんです、よろしくお願いします。だからこう、ね、はい、観光に携わってるから、うん、でなんかそういうところって県内の人たちがよく使うらしいんですよ。あ、意外とそうなんですね、うん、なるほど。いわゆる一棟貸しで、で、うん、それを基地の人たちが使うとか、うん、海外に、いわゆる沖縄在住の海外の人たち、うん、いわゆる南城市にあるカフェやぶさちっていうところがあるんですよ、うんうんうん、そこの横のいわゆるなんていうんですか、コテージハウスみたいなやつも海外の人が使う、かっこいいからとか、うん、やっぱ多分赤瓦の一軒家の、うん、ところなんですけど、うんうんうん、あれも外国欧米人からするとやっぱかっこいいんだろうな、うんうん、自然とか文化をいわゆる大切にする、うんうんうん、ですよね、うん、なんかこうやっぱり体験型、体験に価値を置いてそのやっぱりお金を出したいっていう人も増えてるって聞いて、うんうん、やっぱ実際そういうもんなんですかね、そういう宿泊も体験の一つなのかななんて思ったりして、うん、そうですね、なんか自分の宿は、うん、まあこれからなんですけど、そのサービス、体験型のサービスもできるようにしたくて、自分は今その三振も習ってて、空手も習ってるんですけど、すごい。だからそういうのを一緒に、まあ、その宿泊したお客さんと一緒にこう体験でこうサービスとしてこう提供できたらいいなと思ってます。ほらほらほら、翔平さんが沖縄の民家をオフィスに使うのいいかもってほら俺が言ったの。でもそうだと思うんですよね。いや、いいと思いますよ。でもそう、でも、うん、仏壇問題があるから貸さないあ、沖縄のあるあるです。特有のやっぱり沖縄あるあるですね、うんうんうん、
でもね、地方自治体でそういうのをちゃんとやって、うん、やればまあ、うん、だから地域でね、こう横で手つないでやれば解決できる問題だと思うんですけど、そうですね、なんかどこでも今やっぱり働ける環境ってあるのかなと思って、うん、そうそうそう、ネット環境、うん、ですよね。自分実はあのネオパークってあの名護にある、はい、動物園の再生のことをしばらく2年ぐらいやってたんですけどね、うん、でここでも今あのワーケーションというか、うん、その動物園で仕事するってありじゃないって、うん、そういう企画も上がってるんですよね、うん、斬新ですね、斬新ですよね。 そしたらなんか新しいまた言葉を作らないといけないですね。そうですね、僕だから放送作家っていう仕事なんで、そういう言葉を作りたがるんですよ、うん、リゾートワーキングとか、はい、うん、魅力的なやっぱり動物だからアニマルワーキング違うなアニワ、アニワ、じゃあワークアニマルなのか何なのかな、どっちを後ろにしようか縦にしようか、うんうん、はい、伝わりやすいやつね。はい、それは確かに、ね、あ、うん、全身というか新しいアイデアです、うん、ウィズコロナじゃなくてウィズ動物、ウィズ動物結構ね鳥さんが多い施設なんで、そういう鳥がこうね羽ばたいてる横でこうパソコンやってみてるとかね、すごい集中できますかね、フンガーフンガーって、そうそう、もうひたすらこうなんていうか動物見ながら5時間ぐらい経ってるみたいな、うん、そういうのもあるかもしれないですけどね、そう集中できないかな、毎日集中できる、それって鳥がいるんだぜ、鳥か鳥ね、できないかなリラックスはできるかもしれないですね、でもね、そう、そういうなんかね、こう沖縄らしいものをそう、うん、使ってやっぱ、ね、クリエイティブな発想じゃないですか、そういうのって。だから民家でライブしてもいいんだよ、うん、ドタ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 うるせえかもしんねえけど確かに大丈夫かな、なんかあの僕何これ珍百景っていう番組のリサーチをやってて、あのどうやったらお坊さんが写経を面白く伝えられるかみたいなことで DJ 写経とかやってたりするんですよ、すごい、DJ で超かっこいいですよ、何秒法蓮月経 DJ 風です後ろで、四つ打ちの音楽と、そうそう、四つ打ちの、そう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 、ドツ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 21世紀ですね、うん、でもでもこう、うん、なんだろう、うん、それをやっぱ民家もそうだし、うん、ね、アイドル、じゃあ民家とアイドルを足したらどうやったらクリエイティブな新しいコンテンツになるのかなとか、うん、だからすごい今日はね、うん、そういうのを考えたいなと思って、うん、こう4人を集められたのかなって俺は勝手に思ってるわけです、はい、選ばれし、うん、でも本当にそれから町のこう活性化につながっていくというのかなって、うん、琉球アイドルと民家って何があるのかな何が生まれますか ね、まあまあ、ほら農業アイドルはやるんでしょ、やります、やります、もう任せてください、うん、ヤギと戯れるマイチを写真撮るよ、あ、本当ですか負けそうだな、ヤギに、うん、イノシシもいますよ、イノシシ、イノシシ怖い何、翔平さんが何て書いてる、動物園とかで仕事すると新しいアイデアが浮かびそう、あ、もしかしたらいいですね、なんかこうやっぱり普段非日常のところで仕事するって、うん、結構付加価値高いのかななんて思ったり、そうだと思うんですよ、沖縄のそういう、ね、だから僕たちも国頭まで行ってやってみたいなとかってたまに思うんですよ、あとは Wi-Fi 環境っつって、やっぱねデスクの前でね向かってると新しいアイデアって浮かびづらい部分もあるかなと思うし、うん、青空デスクとかね、わかんないですけど、うんうん、職種によってはいい方向に行きそう、そうですね、お、リュードルから来てるメンバーが、わー、遅れました、こんにちは、見てますあかりちゃんいやこうね、今ツイキャスやもうデュードルとかもこうやってね、はい、来てくれて、赤井ちゃん合宿しましょう国神で国神で合宿しましょう誰が運転するの、みんなにお任せします私はマリさんがねもうハイエース持ってきてもらえないからあ大きいやつそう一人で、ね、運転していけるんであ合宿行きたいです農業アイドルしますってほらデュードル何でもやるんだでもでもこうね、やっぱ次那覇市議選にちょっとね、はいはいはい、出ようかなっていう、そうなんですよ、うん、すごい、はい、政治ってやっぱりこう若いメンバー、まあ、自分も若いと自分でも思ってるんですけど、うん、なんかあんまりこうとっつきづらいというか、うん、接する機会少ない、ちょっと待って話さないでください、話さないです、うん、30秒以内にねこうね話してみようかっていうね思いをね、あら、うん、長い長いの、そうそうそう急にですか、いやいや簡単に喋らせないですよ、あー厳しかった、30秒超えたらチンチンって止めますよ、あー OK、 ね、
面白くね、ちょっとほら30ほら政治家になるんだからね。まあ確かに30分喋りがプレッシャー。最近なんかのツイッターで校長先生がすごいことを言ったって言って、新任の校長先生が小学校に移ってきて、第一声が僕の話短いよって。ああ、わ、ね、かります。校長先生の話って今まで長かったでしょって、うん。大体そうですね、うんうんうん。僕の話は短いからっつって。そんな校長先生いるんだっつって。うわーっつって。やっぱ短いからこそ、うん、でもその校長先生は短いからこそなんかちゃんと伝えることをまとめたいっていう先生らしいんですよね。だらだら、そう、いや楽しいですね、うん、だらだら言っても通じない、そう伝わらないですからね、伝わんないですよ、うん、だから30秒でね、30秒、うん、すごい、30秒いきましょう、はいよー、はい、あ今そうだよ、はい、OK ですいけそう、いけそう、じゃあ、30秒経ったらチンチンって言ってくださいね、うん、はい、あ、鳴らす、鳴らしてくださいね、はい、いきまーす、はい、よーいどん、7月に那覇市議選に立候補する比嘉浩人と申します。自分はですね、やりたいことっていうのは産業政策なんですよね。産業政策って何かって言ったら、若者が生き生きする場所づくりで、このために IT、物流、それから製造、みんながワクワクする仕事づくりどんどんやっていきたいと思います。またスタートアップ、チャレンジできる街、これをどんどん作っていきたい。あとはですね、交流する街、国際都市、これを作りたいんですよね。いっぱい長々と話したんですけど、国際都市、街づくり、チャレンジしますよろしくお願いします。なんかこっからもうちょっとだった、もうちょっとだった、もうちょっとだったか。まだまだ修行が足りませんね、すみません、これからね、頑張りますよ。そうそうそう、さあまあね、もう30秒ね、はい、やったっていうところでね、まいちゅうさん、曲に行きましょう。あ、はい、ね、いい今日ほら、はい、なんかね、はい、ほら、はい、何をかけるんですよ。え、言っていいんですか言っちゃっていいんですか。ダメ、俺のごめん、ミスそうですねはい、じゃあ曲振りお願いしますはい、それでは聴いていただきましょう。琉球アイドルで JK グロービングアップ。